はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数1の三角形の面積丸2ヘロンの公式編をお送りします。で、前回ね、面積ってことで、まあ、公式やったんですけど、今回特殊なね、ヘロンの公式っていう、これだけのために1本動画を撮っていきます。で、まあ、そのヘロンの公式が入ってるポイント、まあ、これ2つあるんですけど、で、ヘロンの公式今回書くんだけど T 使ってください。ちょっと個人的に T をいつも使うので、まあ学校とかではね違う文字かもしれないんですが、ちょっと T を使った公式、そしてそれを使って2問、だから全部で4問だね、問題がありますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね全部公式も含めて書いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番のポイントから書いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ヘロンの公式っていうのは三角形の面積を出すときに使います。で、前回のあの面積の公式とぜひセットで覚えてほしいんだけど、前回の公式はね、サインが分かんないとダメだったんだよ。一つ、一箇所のサインが必要だった。でも今回はサインがなくていいんです。3つの辺の長さが分かってればヘロンの公式が発動できます。で、まず公式書きましょう。面積 S はですね、まずルートです。で、しかもめっちゃ長いです、ルート、こんな感じで。さっき T 使ってって話をしたんだけど、おそらくね S だったり M だったりすることもあるんだけど、ちょっと T を使います今回は。で、 T です、まずちょっとこれマジで T です。で、その後にカッコ T マイナス A が来ます。 A ね。で、そのまま T マイナス B が来ます。で、そのまま T マイナス C が来ます。つまりその T をかけて、あと T マイナス A、T マイナス B、T マイナス C を全部かけるんです。これがヘロンの公式、これで面積が求められます。じゃあ T って何っていう、それも覚えなきゃいけない。で、 T っていうのはこれまた分数なんですけど、3つの辺を全部足します。 ABC 全部足す、それを2で割ってください。それが T です。だから先に T を求めてからこの公式を使ってください。で、見た感じね、あ、めんどくさっていう感じがするんですけど、実はねかなり使いやすいです、これ。いいかな。実際使ってみましょう。まず3番、こうやってね、まあ、辺の長さが3つ分かっておると。で、まず面積求めたいから、本当はね発想としては、あ、角度分かれば、あ、サインでいけるのにな、あ、ダメか、3つの辺か、じゃあヘロンに行こうみたいな感じです。つまり前回の動画、面積丸1の時の動画の一番最後の問題も辺が3つ分かったんだよ。でもその時はヘロンの公式ではなくって、コサインを求めてサインを求めてっていうパターンでやりました。それもぜひね覚えてほしいんですけど、ヘロンを使うとまず T です。で、ちゃんと書くと3つ足します。まあ、これは暗算でいいよね。3つ足すと18、それを2で割るから、つまり T は9になります。ね、すぐ求められる T なんて。で、あと面積 S です。面積 S はルートです。で、 T かけるだから9かけるかけるって書いちゃった。点でいいね、今はね、ちょっと失礼しました。まあ、かけるでもいいんだけど、9かける T マイナス A なんで、その9から辺を引いていけばいい。まず8を引くから1です。で、次9引く6で3です。9引く4で5です。で、あとはこのルートを簡単にしようと。で、これよくですね、全部掛け算をまずしてみると。で、これ3、5、15だから、135になるのかな？多分、掛けるとね。で、それをやってから、ルートを直す子もいるんですけど、そうじゃなくって、この状態でも攻めちゃって大丈夫です。で、どう攻めるかっていうと、もうこれ、9が3の2乗なんでしょ？ってことは、これも3出てくるの分かってるから、3が出てくる、9がいるからね。で、残り3515、まあ1は関係ないんで、3515って出てこないから、だからこれで終了です。3ルート15となります。まあ、前回のね、あの動画の最後の問題みたいに、さあとコサイン求めてサインに変換してみたいなよりは絶対楽だね、こっちの方が。いいかな。ちょっとギリギリになっちゃったね、大丈夫かな。で、4番も同じようにいきましょう。まず T です。で、全部足します。そうすると21か、
お、出た、割り切れないパターン。で、これはですね、分数のままいきます。小数にするよりね、分数の方が楽なんで。で、ちょっといきましょう。これ頑張んなきゃだね。 S イコールルート、で、まず T なんで2分の21かける、で、2分の21から7を引きます。で、7が2分の14なんで、2分の21から2分の14引くと2分の7ですね。点で、2分の21から2分の10引くから2分の11で、これ2分の18引くから2分の3となります。で、これは絶対計算しちゃダメだね。もう分母じゃねえや、分子が大変なことになるから。なので、この状態で攻めていきます。で、まずですね、分母、下と分子、上、別々に考えて大丈夫だから、下はさ、2の2乗、これで2のセットができてるから、これで2が出てきます。2つあるから、同じものが。で、これでセットで2が出てくるから、結局4が出てきます。分母は、つまり答え、下は4です。4分の、いいかな。で、上です、問題は。で、上なんですけど、これね、21を意図的に 7×3 に分けてください。ちょっとこっちに出そうか。 7×3 です、21が。それに7と11と3があるでしょ、今こうなってる、上がね。そうすると7のペアがここにあります。これで7が出てくる。3のペアがあります。だから3が出てくる。で、7と3が出てくるんで、それを掛け算するから21が前に出てくる。つまり21で、11は居残りなんで、ルートの中に11残して、答え4分の21ルート11となります。俺今言い間違ったかな。4分の21ルート11です。まあ、あったかな。まあ、ごめんね。こういう感じで、最後これね、計算をせずにこんな感じで攻めると楽にできますので、やってみてください。いいかな。では、今回は高校数学数1の三角形の面積2ヘロンの公式編をお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回なんですけど、ちょっとね、まだ内容決まってないんですが、おそらく面積のちょっと問題を何個か取り上げようと思ってますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。もちろん今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。